紹介いたします。コールド・オブ・ザ・リーパーと、特撮のギタリスト楢崎さんです。楢崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はボードを新しく組まれるということで、ええ、はい、伺ってまして、はい、ちょっとそれに使うエフェクターを準備していただいたんですが、はい、ああ、なかなか癖が強そうなエフェクターがいっぱい。そうですね、個性的なものばかりですね、はい、すごく個人的に気になったのが、ところどころに手ブラシカがいてすごく可愛いなって。そうですね、いますね、はい、ありがとうございます。まあ人と間違われないって、ね、持ってかれないっていう。そうですね。じゃあこれらのエフェクターを使って新しくボードを組んでいこうということで、はい、はい、これだけのエフェクターをちょっと、操作するのに、スイッチャーが必要になるということで伺ってまして。そうなんですよ、はい、はい、とそれとまあ MIDI で、操作する機材も使われるということですので。そうなんです、はい、そちらを、合わせて操作できるものを準備させていただきました。お、はい、こちら前回と同じくブドゥラブさんの、リングバットシリーズですね、うん、にこちらの PX8 プラスっていうスイッチャーがついたモデルを今回は使って組み込みを行わせていただこうと思っています、うん、結構スイッチの感じとかも軽やかで、どうでしょう。あ、いいですね、うん、ああですね。でこちらをに、ま、おなじみペダルパワーを使いまして、うん、はい、組み込みを行わせていただきたいと思います、うん、はい、もちろんこちらの組み込みに使いますのは、親入り電気のDC ケーブルとソルダーです。お世話になっております。いつもございます、はい、そうしましたら、こちらのリングバットに、組み込みの方を行っていこうと思います、はい、まずはちょっとレイアウトを決めていきたいなと思いまして、はい、決めましょうか、はい、じゃあ一番大きい FM4 からいきましょうか、うんうん、そうですね、手前ですかね、やっぱりこれは手前がいいですね。了解です、はい、で、うん、で、そしてまたじゃあ他にも踏み替えを行うとすれば円通ですかね。そうですね。ですかね、はい。じゃあこちらも手前に置かせていただいて、うん、そうするとやっぱりボルナスと、ね。そうですね。こちらもじゃあ前の方に行きます。あとスペース的にバナナですかね。そうですね。じゃあこちらがここに来る形になります。はい。はい。そうしましたらじゃあ次上段なんですけど。そうですね。データコラプター。そうですね。こちらの方に。はい、まあ一番番号を振らせていただいているのでちょっと分かりやすいようにじゃあ頭の方に行きましょう。はい、そしたらじゃあ次はバズボックス、はい、こちらに置かせていただきます。そう、同じファズで、そうですね、クラシックもそうですね、こんな感じで置かせていただきまして、最後にじゃあシタルを、はい、端っこの方に置かせていただきます。おお、どうでしょう、こんな感じで。美しいですね。いい感じです。そうですね、うん、まあ、この隙間があるのでなんかプリセットの変更とかもしやすいと思いますし。あ、そうですね、はい、ですね、うん、あと電池がこれ電池しか使えないってことだったので、まあ、抜き差ししやすいようにちょっとここもスペースを広く取っておこうかなというふうに、はい、はい、じゃあレイアウトが決まったところで、はい、ガンガン、そうしましたらケーブルを配線していこうと思います、はいはい、今回この一番下のスイッチャーを、メインに使っていくということなので、はい、そこの配線しやすいようにちょっと片側にストレートプラグがついた、ソルダーレスケーブル準備させていただきました。お、まあ、ここから這わせて長さを合わせてこの、ソルダーレスプラグをつけて配線をしていこうという、なるほど、ちょっと作戦でいこうと思います。行きましょう、はい、実はジャンクションボックスこれ最初から取り付けてありまして、うん、まあ、ここからの信号がスイッチャーで、スイッチャーからまた戻ってジャンクションボックスが出ていくようになっています。はい、はい、そうしましたらじゃあこちらの、スイッチャーのアウト、インとアウト、こちらですね、プラグまず置かせていただいて、ほ、でこちらのジャンクションのインとアウトですね、線路取りパンですね、ここにもプラグをまずこんな感じで、そうですね、こういったやつやるときにまずプラグで、どことどこがつながるかみたいな見ていただいて、でその後ケーブルをはわして長さを決めていただけるとやりやすくなります、うん、でこちらをインに使っていただくとしましょうか、はい、はい、あ、いや上の方がいいかな、こっちにしましょう。ではこちらまずちょっと楢崎さんによければ作業の方をしていただきたいと思います。はい、やってみます。はい、それはですので、はい、特にハンダ付けせずに加工を行うことができます。あ、はい、こちらからですね、でこれを
はい、ケーブルまず通していく形ですね、はい、で入れる時のコツがちょっとありまして、はい、まあ、これぐらいのスペースがありますので、ちょっと当てていただいて、はい、でここのまでちょっとグッと差し込む気持ちでやっていただく。なるほど、はい、差し込んでいただきましたら蓋を閉めていただきます、はいはい、で大体のとこまで閉まってきましたら、はい、スパナを使って締め込んでいただきます。はい、そうですね、根元のところと、あとカバーにこれ引っ掛けるところが実はありまして、でこれでキュッと締めてください。ここですね。そうです。でよければこれ2本使っていただけるとより締めやすいので。そうですね、上と下 で、 ですね。そうです、そうです。ここの根元のところとこちらを、はい、困っちゃったらそれで大丈夫です、ね。あ、なるほど。あ、はい、あ、なるほど。あ、なるほど。なるほどです。あ、でももうなってんのかな。そうですね、もう閉まってんのかもしれないですね、もしかしたら。あ、大丈夫です、しっかりいってますね。はい、はい、そうしましたらこれをここに這わせまして、お、楽ちんですね、ほら、はい、でこれだけでも実は結構こうやっても全然断線しないんですよ。お、めちゃくちゃ丈夫なシステムがついています。お、でここからじゃあ這わせまして、じゃあインプット入れますね。でもうちょうどいい長さでやってしまおうかなと思いますので、うん、この感じでやってしまいます。ではこれを切って、では反対のストレート側も同じようにちょっと作っていただいてよろしいですか。はい、はい、私はその間にちょっとアウト側のケーブルを這わしてみようと思います。はい、はい、ちなみにこういった工作って普段やられますか？あんまりしないですね。なんか、ちなみになんですけど、ハンダ付けとかっていうのはされたりとかするんでしょうか？苦手ですね。でも一応道具はあるんですけど、はい、なんか修理のぐらいしかやらないですね。あ、でもご自身でケーブル修理とかされたりしますか？そうですね。すごい、そうなんですね。なんか最近はあんまりご自身でやられるって方が、まあいらっしゃるにはいらっしゃるんですけど、そんなに結構テックの方にお願いしちゃうって方多かったりする。あの、お願いしてますね。はい、やっぱりそうですか。苦手なんで。どうですか、これぐらいのなんか簡単な感じですとご自身でもなんかちょっとボードの組み替えとかするのには。これだったら楽ちんです。でちょうど今やっていただいたやつを配線していただこうかなと思います。はいはい、一番端でした。そうですね、がここと、インプットですね。はい、そこから、こちらのガチャン、お、来ましたね、ありがとうございます。じゃあ私はこの反対側のアウトの方、今ケーブル作りましたので、はい、こちら剥がしちゃいたいと思います。こんな感じで、はい、じゃあまずインアウトがこれでつながりました、はい、でこのスイッチャーなんですけど、このですね、チャンネル6と7の間に1個ケーブルを短いのかましてあげなきゃいけないんですよ、このインサートのところですね。でそれはちょっと短いの私作ってきましたので。短っ。そうそう、こんな短いのを作れます。 LL とかだと隣のエフェクターこれでつないじゃうのがすごい楽だと思いますね。でこれこのまま、はい、これで OK です。これで1番から8番までが、そのまんま使うことができるようになってます。はい、じゃあ早速エフェクターにどんどん配線をしていきたいなと思うんですけど、はい、私の体タオルジ、私の瞳4億のボタン、あなたを守り抜くために、私は望んでぬいぐるみになる。私は共に戦っていく、いつだけに眠る寝顔にそっと増えるとの意味を。こんな感じですか。なんかなかなかジャストサイズなところに全部来ていますね、うん、はい、大丈夫そうですね、うん、了解です。ではここからまた長崎さんにお手伝いいただきながら、ケーブルを作っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、エフェクターボールとかってやっぱ自分で組まれたり組むというか、まあそうですね、こうやってボードの形に組んでそのライブに持っていったりとかっていうのはご自身でやっぱされたりするんですか？なんか今までは結構不規則的に、はい、なんか思いついた感じで持ってってっていう、うん、じゃあボードとしてしっかり組むっていうよりはもう結構好きなものを足元並べてライブするみたいな。そうですね、うん、なんか少し前までライ
アンプ直結だった時期もあったりして、全然エフェクトとか使ってなかった、全然使ってなかった時はあって、そうですね、はい、うん、音楽性的にやっぱそういったいろんな音色を使われているっていう印象があるので、やっぱりこの今日持ってきていただいたエフェクターのラインナップを見ても、あ、なるほどなって、ちょっとすごいなって、僕はちょっと個人的にはすごく思ったところがあったんですけど予想以上に、あ、癖があるエフェクターがいっぱいあると思って、そうですねその個体でしか出ないみたいなものがやっぱり、うーん、どうしてもチョイスに入ってきますね。やっぱり結構最近はマルチとか、あのデジタルのモデリングとかすごい多いと思うんですけど、そうです、そういうところがコンパクトの面白さですよね。そうですね、やっぱその曲のインスピレーションとか音色から作ったりすることも多いので、だからやっぱり大事ですね、音色、音色っていうか、それしか出せない音色っていうか音色、そうですね。あの本当なんかすごい強烈なエフェクターで、そこからなんかフレーズが浮かんできたりとか、なんかそういうインスピレーションが湧くとかってすげえあると思うので。そうですね、ちなみに普段シールドとかってどこのやつを使われてるんですか？ベルデン、モガミ、あと親指でも、弊社のケーブル、はい、ありがとうございます。赤いやつを、赤いやつ、あ、はい、QAC-222G ってやつですね。あ、そうですね、まあそうですね、やっぱスタンダードな音ってそこって大事になってきます。まあ、そこから例えば癖のあるケーブルを選んだときにどうなるかとかってすごい分かりやすくなると思います。そうですね、はい、モガミ、ベルデン、親指で、なんか使い分けの方法とかってどんな感じでやられてるんですか？まあそのスピード感ですね、とか、まあ、あとは、まあまあ、ギターとの相性みたいなところもありますから。なるほど、もう使っている今そのギターのなんか特徴に合わせてケーブルも選ばれてるって感じ。そうですね、すごい、なるほどですね。ではそこをしていただいたケーブルができましたので、で一応ソルダーレスケーブル簡単に作れちゃうんですけど、一応作った後に導通チェックを行うようにしていただきたいと思います。はい、なるほど、はい、確認方法としましては、まあ、この頭のところ、このこれチップっていうんですけど、チップとチップ、はい、でここはスリーブっていうんですけど、はい、まあ、このスリーブとスリーブが導通していれば OK で、逆にこことここが導通しちゃうと中でショートしてるっていう状態なので音が出なくなっちゃうんです、はい、なのでそこがちゃんと、導通しているかっていうのを確認していただく形になります、はい、まあ、方法としてはこういったテスターで、例えばじゃあまずここスリーブとスリーブ当てて音が鳴ってる、これ導通してますってことですね、はい、で逆にここに当てて音が出るとショートしてるんですけど、これ出てないので大丈夫な状態、うん、でここもつけて、おっと音が出ないですね、は中で、導通してない状態という状態なんですね。なるほど、なのでちょっとこの場合は一旦ケーブル外して、中がちゃんと刺さってないか刺さってるかってちょっと確認してあげなきゃいけないです、うん、危ないとこだった。そうですね、うん、このままやってあげると、あれ音が出ねえなっていう状態になっちゃうっていう、なんで、まあ、この段階で気づけるので、やっぱり、導通チェックっていうのは大事ですね。はい、外すときですね、これこうグリグリってやってあげると、ここは爪が開いてきますので、これで外すことができます、うん、で爪が一回これ閉まっちゃうので、専用のジグがあるので、これでこれ広げてあげるとまたケーブルが使えるようになります。こうそうです、こうやって直していきます。なんで例えばなんか長さを調整したいなって時とかは、これでやっていただけるといいですね、うん、で一応この状態でじゃあさっきのようにチェックしてみましょうか、あ、大丈夫ですね、お今度ちゃんとなってますね。でこれちゃんと差し込みを確認して、結構これが差し込みが浅くて音が鳴らないみたいなのがたまにあったりするので、うん、はい、そこだけやっぱ気をつけていただきたいとこかなと。これ差し込みがちゃんとできていれば、もう本当にあとはこれでしっかり締めるだけっていうケーブルなので、ではこれで、一通り配線が完了しました。ありがとうございます。ではこの後は DC ケーブルを合わせていこうかなと思います。はい、はい、DC ケーブルはですね、弊社の、DC3398 っていうこちらのケーブル使わせていただきます。はいはい、使わせていただいてます。あ、本当ですか、ありがとうございます。結構空間系とかとの相性はやっぱり良かったりするの で、 そうです、ね、うん、あとフィルター系はすごい今回いっぱい使っていただいているので、まあ、その辺との相性ももちろん
いいですね、うんうんうん、かかり具合とかやっぱりすごい変わってくるので、うん、あちなみにここに使っていただいているエフェクターもすでにこれで音を出されたことあります。これ専用アダプターのものじゃなくていいんですね。あそうなんですよ。あすごくいいところが今ついていただきました。うん、ライン6の FM、このシリーズですね、うん、このシリーズってもともとでっかいアダプターついてると思うんですけど、そうなんですよ。そう実は今回使っているパワーサプライ、うん、ペダルパワー2、これ実はですね裏面にディップスイッチってのがありまして、これをオンにするとなんとこのモデュラーシリーズ、FM4 あと DL4 MM4 あの辺のシリーズが全部動くようになります。おお、すごい便利なんですよね。なんかちょっとかさばるんですよね。そうですよね、あのでかいのあれが、ね、邪魔ですよね。でしかも意外と断線しやすくないですか。そうなんです。そうですよ。そうあれを解消してくれるのでやっぱりペダルパワー2そういうところでも便利だなって僕は思いますね。うん、これちなみに DC ケーブル使っていただいてるってことなんですけど、なんか普通のやつと音の比較とかってしていただいたことはありますか。そうですね、ちょっと全そうですね、音がやっぱ前に来るような感じはありますね。そうですね、うん、抜け感といいますか、抜け感ですね。解像度がやっぱり普段普通のやつより全然上がってきて、やっぱ音抜けがやっぱり良くなるってところで、やっぱりそういったところに影響が出てくるかな。はい、かませ方のポイントとしてなるべく、はい、信号ラインと、平行にならないように、どっちかというと少しこうクロスするような感じで合わせてあげると、こうしてあげるとこっちに走っている電気ノイズみたいな成分が飛んじゃったりとかっていうことがあるんですね、うんうん、なんでなるべくここは、平行にならないようにやってあげる、はい、平行にすれば少し離して配線してあげると良かったりします。はい、やっぱりオーディオグレードって解像度とかノイズ面とかで結構優れてたりはするんですけど、やっぱそういうなんか面白みってやっぱなくなるのがたまにあったりしますね。そうですね、うん、まあエレキギターだとね、うん、結構こういうの DC ケーブルとかいろいろ実験をしてきたんですけど、うん、やっぱりなんか歪み系だと綺麗になりすぎると面白くなくなったりとか、うんうん、やっぱそういう特性があるよなっていうのはやっぱりやってて思うところがあるので、うんうんうん、やっぱりまあ相性がいいものと相性がいいところで使ってあげるっていうのが大事かなっていう、そうですね、うん、やっぱり思いますね、うんうん、これ今データコラッパーのところ私配線をさせていただいてるんですけど、はい、まあファズみたいな成分もすごいあると思うので、ええ、電圧を変化させることでもしかすると音色的な感じ面白い感じになるんじゃないかと。そうなんですよね。でペダルパワー2のサグアウトっていう、うん、電池が少なくなった状態でシミュレートできるモードがありまして、そこにちょっとつないでいってみようかなと、はい、思います。はい、というわけで、DC ケーブルの配線まで全て完了いたしました。はい、はいはい、そうしましたら、早速音なしチェックをはい、行いたいと思います。はい。はい。お、ギターはちなみに何を使ってるんですか。これはファーノっていうアメリカの会社のですね。うん。ジャズマスターモデルって感じですかね。そうなんですね。素敵ですね。そう、P90 っぽいものが乗ってるっていうね。うん、うん。ちょっとクリーントーンも良ければ。そうですね。はい。こんな感じですね。はい。早速。はい。まずデータコラプターから一番エグいのが気になりですね。じゃあ押します。はいいやー、はい、いいですねやっぱり、はい、一通りちょっとじゃあ全部音がそうですね。エリカやっていってみましょう。はい。次は、はい、じゃあ順番でいきます。2番、FM4 で、はい、お願いします。はい。いろいろありますね。おこれはスクラッチみたいな音が。ちょっとリングっぽい。これはなんか。シンセか。と、わ。
構いいですね。うん、いいですよね。演奏。シンセっぽい。いいですね、うん、すごいスペーシーな、うん、ありがとうございます。そしたら次がバズボックス、はい、バズボックス、これもこういう感じですね。すごいな、さすがです。なんか拾えてるんでしょうかね、この低音がね。もうこっちはすごいすごいの聞きますけど、ね、すごいですね、なんかね。じゃ次がクラシックサスティナーファースト。はい。いいっすね、これは。これはもうほんとめちゃくちゃいいです。ね、うん。はい、シタール、はい、シタール、うん、いいですね、うん、うん、ではこちらがリバーブ、リバーブですね、はい、はい、綺麗な、いいですね、綺麗ですね、うん、ちなみにサスティンも伸びる、はい、それもうこう寝てるだけでもこうあ、でもえ、いいですね、この音色も、うん、で最後バナナ、最後はこれがラチ式、そう、ラチ式ってなんで、白い。うん。いいですね、やっぱこれ。こんな感じのね、うん。多彩ですね、やっぱり。うん。うん、素晴らしい。なんか本当に一個一個の個性が本当際立ってて。そうですね、ね、なんか、うん、うんうんうん。個人的にやっぱこの辺、この辺の新鮮と音の感じすっごいやっぱり良かったです。ああ。それぞれ。ここで使う感じなんですか。そうですね、はい、組み合わせてもなんか面白そうですね。ああ、そうですね、まだやったことないんですけどね、うん、あ、そうですか。はい、はい、じゃあ無事音も出たということで、よかった、はい、よかった、うん、はい、というわけで、裏のケーブルのまとめ、配線すべてが完了いたしました。ちょっとボードをよければ一緒に見ていこうと思います。はい、はい、ご希望いただいた、配置順で一応並べさせていただきまして、はい、まあこの辺もそうですね、クラシックパーズが電池で駆動するってことなので、ちょっと長めにケーブル取らせていただいて、はい、ここは抜き差しをしやすくさせていただきました。で、ちょっと裏側の方を見ていただこうと思います。はい、そうですね、まあ、スイッチャーを今回使ってるので、結構ルーティングをどこにこう持っていくかっていうのは案外まとめやすかったんですけど、はい、まあ、まあ、なんでちょっと束になるようにまとめさせていただいてて、まあ、信号ラインと一応電源ラインが一応そんなに近づかないように距離を取らせていただく形でまとめさせていただいております。はい、うん、そうですね、まあ、やっぱジャンクションボックスこれ準備していただいているので、まあ、そこに全部集約できるっていうのがやっぱり
配線のしやすさのポイントにもなってますね。うん、まあ、あとMIDIをお使いになるってことだったので、ここもしっかりとつないであります。はい、ありがとうございます。はい、では今回は、楢崎さんのディレクターボードを、組み込みさせていただきました。楢崎さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。